とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 Y、ワイワイ学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はガシャコインが溜まったので回していきたいと思います。ちょうど100個溜まったね。ピックアップ見てないな。なんでしょう。お、ギチギチハンドグリッパー、見たことないやつだ。なんだろうね。まあ、なんかしらがパーセンテージで上がりそうな気はするけど。よろずは？そうね。できればよろずがいいんだ。でもそびえ立つ権力、いらないな。いや、金役人形もいらないし、プロ仕様ローズウッドリコーダーも、いらないんだ。ということで今日は装備だね。おそらくね、ファッションがまだね、出てないやつがあるんだ。いや、よろずでいいわ。よろずでいい。ファッションはピックアップじゃなくても出るし。もうなんだろう、見たことないアクセサリーを狙うよりも、そっちの方が確実だな。はい、よろずガチャ100連いきます。最初から 7% か。前回なんか外れたっぽいね。一番最後に引いたのが。はい。ブルブルしたら、いいやつかな。ブルブルすると、多分、いい装備が来そう。で、五光が指してるのが、おそらく、ファッションが出ると思う。はいはい。まあ最初からピックアップのやつは出たけど、もともとね、ピックアップが全然よろしくないから、全然期待しない。そこはいらないよ。なんかカロリーメイトみたいなのいっぱい来るな。カロリーチャージか。ああ、ラント君が一番最初に装備してたやつ？食べ物だね。はいはい。6%。はい。もうポンポンポンと行きましょう。来ないなぁ。来ないねえ。なんで来てよ。来てくれよ。頼むから。700前半の必殺技全然いらないんだよね。16%、これは来るでしょう。16% は来る。おっしゃ、一発目から金だけども、五光も刺してない。ブルブルが来れば、ちょっといいやつかな。来い。あ、ダメ。あー、なるほど。まあ、レベルがね、一番高い700台のやつだとしても、確かね、良くないんだ、スキルが。あー、良くない。良くない。もうレベルも低いやつだし。あ、ワンインブラックイタリアン、惜しいね。これは、あれが出るんだよね。まあ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 、爆食は、あと何個か。あと2つあればいいか。でももう、今のままでも十分だしね。はい。どうでしょうか。お、ああ、そうか、ギョギョッとボール。おー、来た！来たんじゃない？お？え？これは当たったね。いや、まさかのギョギョッとボールが出たよ。やった。ギョギョッとボ欲しかったんだ。いいの出てくれたね。いや、ありがとう、ありがとう。ギョギョッとボがまさかのヒット。はい、残り50年。折り返し。おい！どういうこと？どういうこと？青に五光が刺してる？え？どういうことだ？まあ、発展するのかな？ピカーンで。金色になるんじゃないの？ね？そうでしょ？ほら、来た！で、ファッション。こんなことある？こんなことある？あそこまで期待させといて。まさかの金役人形。ありえない。まさかのクズだった。そんなことあるんだ。いやいや、かなりね、サムネ映えするような
いい感じのやつだったんだけど、まさかの大外れだよ。いやー、ひどいもんだね。必殺技はもう使わないんだな。700後半じゃないとね。もう今持ってるやつの方が強いから。はい、残り30連。行きましょう。よし。でも五光が刺してないんだ。まあ、ブルブル来れば、いいけどね。必殺技結構出るね、今回。必殺技が結構出てきてくれる。トサン？なんで？なんで金でトサンなの？あ、スキルがいいやつついてたらいいよ。最低？いらないなぁ。春彦は久しぶり見たな。春彦久しぶり見た。はい、残り20連です。行きましょう。まあ、金が、あと2個ぐらい出てきてくれて、ファッションが、おいおいファッションが来てくれればいいと思ったんだけど、最後の1回に期待か。はい。エンマ大王、雷撃か、雷撃。いらないね。いりません。肉巻き、肉巻きすぎおにぎり。そりゃうまそうだな。うまそうだよ。はい。じゃあラスト。いきます。今日の昼は肉巻きおにぎりでもちょっと、ローソンあたりに買いに行くか。ブルブル来い。最後。おーし、来た。ファッション。これあれでしょ？ピックアップのやつでしょ？レベルは？ああ、まあ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 。ああ、なるほど。これもう一個、クラフトでレベル上がるね。そしたら防御力が 19% 上がるっていうやつになるんだ。ああ、でもまあ、これも、まあ一個は欲しかったし。いいか。いいかな。はい。ちょっと、ファッションが当たんなかったけども、まあ、ちょっと欲しいなと思ってたリコーダーと、めちゃくちゃ欲しかったギョギョッと棒。あれが出てきてくれたから、あ、よかったね。あと途中で、まさかの青色の五光が刺してるやつ。あれもかなりのレア演出だったんで。まあ、あれはよかったでしょう。はい。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。